こいつは給料泥棒だからな。働きに似合った弁当だろ。2年ぶりに本社に戻ってきた俺の歓迎会。俺の席の前には小さな日の丸弁当が置かれていた。他の社員の前には豪華な焼肉弁当。これが社長からの嫌がらせだと気づくまでに時間はかからなかった。社長はいつだって俺を給料泥棒だと罵った。彼によって与えられる膨大な仕事量を残業なしで片付けることはできない。なのに彼は、俺の仕事が遅いからだと罵り、余つさえ死者に左遷させたのだ。社長の横暴な言葉に他の社員たちが抗議の声を上げる。だが社長は逆切れし、首をちらつかせてみんなを黙らせた。そして残業するたびに給料を減らすなんて馬鹿げた提案までしてきやがった。俺は静かに立ち上がり会議室を出た。廊下で携帯を取り出し、ある番号にかけた。社長、これであなたは終わりです。俺のこの行動が社長の、そしてこの会社の命運を巻き込む大スキャンダルにつながるとは、この時は知る由もなかった。俺の名前は坂田光。最近有名になりつつある総合商社に勤めている。昨日までは支社に在籍していたのだが、2年ぶりに本社に復帰できることになった。朝早くから身支度を整え、いつもより念入りに髪を整えた。鏡に映る自分の顔には期待と不安が入り混じっている。よし、行くか。深呼吸をして玄関を出る。電車に乗り込むと、サラリーマンや学生たちで混み合っていた。俺は立ち続けながら、窓の外を眺める景色を眺めていた。俺が勤めている会社は、グローバルトレード株式会社という。エネルギー、金属、食料、化学品、そして最近では環境ビジネスまで、その事業領域は多岐にわたる。それほどに幅広い分野に手を広げているからこそ、取り扱う情報の重要性は計り知れない。国家レベルの機密情報や、世界経済に影響を与えかねない取引データなど、セキュリティの重要性は言うまでもない。2年前、俺はこの会社のセキュリティ部門のエースだった。セキュリティ対策に関しては、誰にも負けない自信があったし、実際にそれが認められて重要な仕事を任されていた。グローバルトレードの機密情報を守り、国内外からのサイバー攻撃や産業スパイから会社のシステムを防御する。実質一人でセキュリティ業務を回していた。大変で責任の大きな仕事だったが、一任されていることを誇りに思っていた。俺の正式な肩書きは、情報セキュリティスペシャリスト。単なるエンジニアというより、会社全体のセキュリティ戦略を立案し、実装する重要な役割を担っている。具体的な仕事内容は多岐にわたる。同僚たちは俺の仕事を理解してくれないことがある。何も起こっていないのになぜそんなに必死なんだって言われることもある。でも俺は知っている。何も起こらないのは俺たちが必死に働いているからなんだ。俺には忘れられない出来事がある。大学生の頃、アルバイトしていた小さな会社がサイバー攻撃を受けたんだ。顧客の個人情報が流出し、会社は倒産。多くの人が職を失った。その時の社長の落胆した顔。途方に暮れる従業員たち。あの光景は今でも鮮明に覚えている。あの時、もし適切なセキュリティ対策があれば、という思いが、俺の心に深く刻まれた。一度でもセキュリティが破られれば、会社の信用は一瞬で地に落ちる。顧客の大切な情報が漏洩すれば、取り返しがつかない。だから俺は、どんなに疲れていても、どんなに周りの理解が得られなくても、セキュリティを守り続ける。しかし、ある日突然、地方の支社に左遷されてしまった。その理由は明らかにされていないが、当時新しく就任した社長が、俺のことを心よく思っていなかったのは確かだった。残業が多いとか、コストがかかりすぎるとか、そんな理由を並べ立てられた記憶がある。グローバルトレード株式会社は、創業以来、IT 技術を重視してきた企業だった。初代の山本社長は、元エンジニアで、システムの重要性を深く理解していた。彼の下では、セキュリティ投資が惜しみなく行われ、社員たちも安心して働ける環境だった。しかし、山本社長の突然の引退により、
後任として佐藤が就任した。佐藤は営業畑出身で、システムやセキュリティの知識はほとんどなかった。彼の目には、IT 部門は単なるコストセンターにしか映らなかった。佐藤社長就任後、会社の雰囲気は一変した。効率化だ。コスト削減だ。これが佐藤社長の口癖となった。特にシステム部門への風当たりは強く、膨大な仕事量を押し付けながら、定時に帰れと矛盾した指示を出す日々が続いた。セキュリティなんて目に見えない。そんなものに金をかける必要はない。と、佐藤社長は公言するようになった。セキュリティ予算は次々と削られ、代わりに営業部門への投資が増えていった。俺、坂田光は、会社唯一のセキュリティ専門家として、この状況に危機感を覚えていた。しかし、佐藤社長の方針により、俺にも通常のシステム開発業務が、次々と振られるようになった。坂田、お前もいい加減セキュリティごっこは卒業しろ。明日から、この新システムの開発を手伝え。そう言われ、俺は否応なく、セキュリティ以外の業務も抱えることになった。当然、セキュリティ業務は後回しにせざるを得ず、毎日深夜まで残業する日々が続いた。また残業か？お前は会社の金を食いつぶす気か？佐藤社長はそう言いながらも、次々と無理難題を押し付けてくる。他の社員たちも同様で、みんな疲労困憊の表情を浮かべていた。退職者が増え始め、残された社員の負担はさらに増していった。しかし佐藤社長は、使えない奴が辞めるのは当然だ。残った奴らで何とかしろ。と突き放すばかり。会社全体が疲弊し、かつての活気は影を潜めていった。そんな中、俺は歯を食いしばって、セキュリティ業務を続けていた。会社を守るためには、これしかないと信じていたからだ。しかし、佐藤社長の目には、それが単なる無駄な残業にしか映っていなかった。あの日も俺は、深夜まで残業をしていた。モニターの青白い光が、暗いオフィスに不気味な影を落としている。くそ、このウイルスしつこいな。キーボードを叩く音だけが静寂を破る。俺は必死にコードを打ち込み、新種のウイルスと格闘していた。このウイルスが社内ネットワークに侵入すれば、会社の機密情報が流出してしまう。そんな事態は何としても避けなければならない。時計を見ると、もう午後22時を回っていた。疲れた目をこすりながら、コーヒーを一口飲む。冷めたコーヒーの苦さが、舌の上で広がる。おいおい、まだやってんのか。突然背後から声がした。振り返ると、そこには最近社長に就任した佐藤社長が立っていた。なんでこんな時間にいるんだ？と思ったが、おそらく飲みに行った後終電を逃して帰れなかったんだろう。少し酒臭いから想像は容易だ。はい、新種のウイルス対策をしています。ふん、残業代稼ぎに必死だな。佐藤社長の言葉に思わず眉を潜める。前の社長ならこんな言い方はしなかった。むしろご苦労様とねぎらってくれただろう。だが、彼が就任してからは会社の雰囲気が一変した。効率化という名目で従業員への要求はどんどん厳しくなっていった。違います。俺だって早く帰りたいです。ですが、このウイルスは危険度が高くて。言い訳なんて聞きたくねえよ。佐藤社長は俺の言葉を遮った。その目には明らかな軽蔑の色が浮かんでいる。どうせお前の能力不足だろ。業務時間内に終わらせられないなんて無能すぎるな。他の社員に頼んだ方がいいんじゃないか。彼の言葉に胸が痛んだ。確かに俺は他の人より作業が遅いかもしれない。でもそれは丁寧に確実にやろうとしているからだ。セキュリティに妥協は許されない。それが俺の信念だった。お前母子家庭だったよな。突然の話題の転換に戸惑う。いつだったか、飲みの席で話した気がする。はい、父は小さい頃に亡くなりまして。へえ、そうかそうか。で、こんなせこい稼ぎ方して、母ちゃんは何とも思わねえのかね。それとも、生活が苦しかったから、どんなことをしてでも稼ぐように言われたのか。意地悪な笑みを浮かべる佐藤社長に、怒りがこみ上げてきた。母のことを侮辱されるのは我慢ならない。だが、ここで感情的になっては負けだ。深呼吸して冷静を装った。
母は関係ありません。それに、これは稼ぎではなく、会社を守るための重要な仕事です。ほう、偉そうだな。じゃあ聞くが、なんでお前一人だけこんな遅くまでやってんだ？他の奴らはみんな定時で帰ってるぜ。それは、実は、当社のセキュリティに対応できる社員が、私を含めてたった3人しかいないんです。この会社の規模であまりに少なすぎます。言い訳はいい。社長が手を振って遮った。要するに、お前は与えられた仕事をこなせていないということだ。お前さ、本当に会社のためを思ってやってんのか？俺には残業代稼ぎのためにやってるようにしか見えねえんだよ。そんな。いいか？残業なんてのは会社の損失なんだよ。効率よく働けない奴は会社にとってはお荷物なんだ。ダメだ。現状をそのまま伝えても彼に伝わる気がしない。もともと無茶苦茶な人だし、今は酔っている。まともな会話は期待できない。返答に悩んでいると、佐藤社長はため息をついた。わかったよ。お前はこの会社には不要なんだな。え？明日から地方の支社にさせんな。そっちならのんびりやれるだろ。残業し放題だ。よかったな。その言葉に頭が真っ白になった。左遷？地方の支社？俺の仕事は、ここ本社でこそ意味があるのに。でも社長、セキュリティの仕事は。うるせえ。決定事項だ。文句があるならさっさとやめろ。左遷で許してやるって言ってんのに、まだぐちゃぐちゃ言うのか。佐藤は捨て台詞を残して、オフィスを出て行った。俺は呆然と、その背中を見送る。彼の背中には、人間性を失った権力者の影が見えた。頭の中は混乱し、何も考えられない。ただ、佐藤社長の言葉が繰り返し、頭の中で響く。無能、お荷物、不要。これまで一生懸命頑張ってきたのに、なぜこんな扱いを受けなければならないのか。俺は何か間違ったことをしただろうか。ふと、デスクの上に置いてある母との写真が目に入った。笑顔の母。その笑顔を守るために、俺は一生懸命働いてきた。母さん、俺どうすればいいんだ。つぶやきながら椅子に座り込む。時計の針は容赦なく進み続けた。結局、俺は田舎の支社に飛ばされることになった。そして、2年後の今日、俺は本社に呼び戻された。理由は、本社のセキュリティに問題が発生したからだという。正直、複雑な気持ちだ。自分の力が必要とされているのは嬉しいが、同時に、なぜ今更という思いがある。電車が会社の最寄り駅に到着し、俺は降りた。久しぶりに見る駅前の風景に、懐かしさを覚える。高層ビルが立ち並ぶオフィス街。その中でも、ひときわ目立つグローバルトレードの本社ビルが、俺を迎えるようにそびえ立っていた。会社に到着すると、エントランスで懐かしい顔に出会った。お帰りなさい、坂田くん。明るい声で俺に声をかけてきたのは、同僚の高野さんだ。彼女は、俺が新人の頃に教育係をしてくれた先輩で、今では本社で重要な立場にいる。高野さん、お久しぶりです。元気でしたか？ええ、元気よ。でも、あなたがいなくなってから、セキュリティ部門は大変だったわ。早く戻ってきてくれて本当によかった。高野さんの言葉に、俺は少し照れくさくなる。そんなに俺がいなくて困っていたんですか？もちろんよ。あなたが異動になってから、セキュリティ関連のトラブルが増えたの。特に海外とのやりとりで、機密情報の漏洩リスクが高まっていて、誰も適切に対処できなくて。高野さんの表情が曇る。俺は何か言おうとしたが、その時、他の社員たちが俺に気づいた。坂田さんだ。お帰りなさい。待ってたよ。皆さん、ただいま戻りました。誰も彼も、俺を温かく迎え入れてくれる。みんなの笑顔を見ていると、やっぱり戻ってきてよかった、と、少しだけ不安が払拭された。ここが自分の居場所だって、どんな困難があっても、俺はここで頑張れる。と、思ったのだが。おや、給料泥棒が帰ってきたようだな。冷たい声が、俺たちの会話を遮った。振り向くと、そこには現社長の姿があった。社長。俺は思わず声を潜める。社長の目つきは、2年前と変わらず、俺を見下すような冷たさを称えていた。
坂田、お前を呼び戻したのは他に適任者がいないからだ。だが勘違いするなよ。お前の無駄な残業は許さんからな。社長の言葉に高野さんが眉を潜める。何言ってるんですか、社長。本社のセキュリティ状態が危ないから坂田さんを呼び戻したんですよね。彼の力が必要なんです。高野さんの反論に社長は鼻で笑う。うん、確かにそうだ。だがそれは坂田が無能だからこそだ。効率的に仕事ができないから残業ばかりしていたんだろう。今度はそんな甘えは許さんぞ。社長の言葉に俺は反論したくなる。でもここで余計なことを言えばまた左遷されかねない。そうするとここのセキュリティはいよいよダメになる。みんなのためにも俺は歯を食いしばって黙っていた。わかりました、社長。できる限り効率的に仕事をします。俺の言葉に社長は満足そうにうなずいた。そうだ、それと2週間後には歓迎会らしいな。楽しみにするなよ。そう言い残して社長は立ち去った。高野さんが俺の肩に手を置く。大丈夫？はい、なんとか。俺は苦笑いを浮かべる。本社に戻ってきて早々こんな歓迎を受けるとは思わなかった。坂田君、みんな本当に喜んでるわ。社長以外はね。あの人は自分があなたを移動させた自分のミスを認めたくないだけなの。高野さんの言葉に俺は少し心が軽くなる。ありがとうございます、高野さん。こちらこそ、戻ってきてくれてありがとう。高野さんの案内でオフィスに入ると2年前と何も変わっていなかった。だからこそ自分が死者へ左遷された時のことが昨日のことのように思い起こされる。坂田君、待って。振り返ると高野さんが真剣な表情で駆け寄ってきた。俺が新人の頃の教育係で本社で一番の美人として評判の人だ。社長はひどすぎるわ。坂田君の仕事の重要性を全然理解していない。俺は苦笑いを浮かべた。まあ仕方ないですよ。セキュリティって地味な仕事ですから。そんなことない。高野さんの声が少し大きくなった。私、社長に説明してくる。坂田君の仕事がどれだけ大切か。やめてください。俺は慌てて静止した。あなたまで巻き込むわけにはいかないんだ。高野さんは一瞬黙り、そして深呼吸をした。坂田さん、実は私あの時のことをずっと覚えてるの。あの時？ええ、3年前の大規模サイバー攻撃の時のこと。俺は息を呑んだ。あの出来事は俺にとっても忘れられない経験だった。あの時私たちは大パニックだったわ。社内のシステムが次々とダウンして誰も何をすればいいかわからなくて。高野さんの声が震えた。覚えてるよ。大変でしたね。でも坂田さんは違った。高野さんの目が輝いた。冷静に状況を分析して的確な指示を出して。俺は当時のことを思い出していた。確かに必死だった。でもそれは当たり前のことをしただけだと思っていた。坂田君は徹夜で作業を続けて最終的に攻撃を食い止めた。そしてその後のセキュリティ強化策まで提案してくれた。まあ俺の仕事ですから。違うの。高野さんは首を振った。あの時の坂田君の姿勢が忘れられなくて。坂田君は単にトラブルを解決しただけじゃない。その経験から学び、より強固なシステムを作ろうとした。その姿勢に私は感動したの。高野さんの真剣な眼差しに俺は言葉を失った。それ以来私も坂田君を見習って、どんな問題にも前向きに取り組むようになったわ。困難を成長の機会と捉える。それを坂田君から学んだのよ。高野さん。だから今度は私が坂田君の力になりたい。社長には私からもセキュリティの重要性を説明する。坂田君を一人で戦わせたくない。俺は深く感動した。自分の行動が誰かの成長につながったなんて考えたこともなかった。ありがとう、高野さん。でも本当に大丈夫です。その気持ちだけで十分ですよ。高野さんは少し不満そうな顔をしたが、最後には小さくうなずいた。私、自分が情けない。何もできなくて。何もできなくなんてないです。あなたがこう言ってくれて、
俺がどれだけ励まされたことか。新しいところでも頑張れそうです。そう？はい。また会えるように、俺は俺で頑張ります。高野さんも頑張って。俺たちは互いに微笑み合った。この瞬間、俺は強く感じた。自分の仕事は決して無駄じゃない。誰かに理解され、影響を与えている。それだけで、これからの困難に立ち向かう勇気が湧いてきた。地方の支社に着いた日、俺を出迎えてくれたのは、支社長の寺田さんだった。坂田くん、よく来てくれた。君の力を必要としているんだ。寺田さんの温かい言葉に、少し救われた気がした。でも、本社での出来事を思い出すと、胸が締め付けられる。頑張ります。俺は気まずそうに答えた。寺田さんは、俺の肩を軽く叩いた。本社での苦労は聞いているよ。でも、ここではその才能を存分に活かしてほしい。その言葉に、俺は少し希望を感じた。坂田くん、実は地元の中小企業から、セキュリティコンサルティングの依頼があってね。君に任せたいんだが、どうかな。え、本当ですか？思わず声が弾んだ。ああ、君の経験と知識があれば、きっと素晴らしい提案ができるはずだ。寺田さんの信頼に、俺は身が引き締まる思いがした。その後も、寺田さんは俺にやりがいのある仕事を次々と与えてくれた。坂田くん、支社のシステムも古くなってきているんだ。全面的な改善を君に任せたい。本当にいいんですか？もちろんだ。君なら最適なシステムを構築できると信じている。寺田さんの言葉に、俺のやる気が湧いてきた。ある日、残業している俺を見かけた寺田さんが、声をかけてきた。坂田くん、遅くまでご苦労様。でも、たまには息抜きも大切だよ。はい、でも仕事が。わかるよ。君の仕事への情熱は素晴らしい。でも明日は土曜日だ。地元の祭りがあるんだ。一緒に行かないか。寺田さんの誘いに俺は戸惑った。いいんですか？俺なんかと。もちろんだ。仕事以外の話もしたいしね。それに、地域のことを知るのも大切だ。将来のセキュリティコンサルティングに役立つかもしれないよ。寺田さんのその言葉に、俺は思わず笑みがこぼれた。わかりました。ぜひ行きたいです。翌日の祭りで、寺田さんは、俺に地元の人々を紹介してくれた。そこで気づいた人脈が、俺のコンサルティング業務で大いに役立つことになる。こうして寺田さんは、仕事だけでなく、人間関係の面でも俺を支えてくれた。彼の温かい指導と信頼のおかげで、俺は徐々に自信を取り戻していった。左遷先だと思っていた死者が、新たな可能性を見出す場所へと変わっていったのだ。坂田くん、君の成長が楽しみだよ。ここでの経験は必ず将来の糧になる。一緒に頑張ろう。寺田さんのその言葉が、俺の心に深く刻まれた。死者での日々は、想像以上に充実したものになっていった。でも、時々高野さんや本社のことを思い出す。彼女は元気にしているだろうか。本社のセキュリティは大丈夫だろうか。そんな思いが夜中に襲ってくることがあった。そんな日々が続いて2年が経過したある日、俺の携帯が鳴った。画面を見ると見覚えのない番号だった。もしもし、坂田です。坂田くん、久しぶり。電話の向こうから聞こえてきたのは高野さんの声だった。高野さん、どうしたんですか？大変なの。本社のシステムがハッキングされて。その声には焦りと不安が混ざっていた。詳しく教えてください。高野さんから状況を聞くうちに、俺の中で何かが燃え上がった。これは2年前から俺が警告していた脆弱性が原因だ。当時の対策案を佐藤社長が無視した結果が、こんな形で現れるとは。わかりました。すぐに戻ります。電話を切ると、すぐに寺田さんのところへ向かった。状況を説明すると、寺田さんは静かにうなずいた。本社からも連絡があったよ。君を戻してほしいとな。言っておいで。君の力が必要だ。その言葉に背中を押され、俺は本社へと向かったのだ。そして高野さんと再会し、今のセキュリティ部門から事態を説明してもらった。早速明日から取り掛かることになった俺は、絶対に会社を救うという決意をたぎらせていた。本社に戻ってきてから2週間後、俺は会議室のドアを開け、中に入った。今日の昼休憩に、俺の歓迎会を
開いてくれるのだという。しかも佐藤社長主催の。やっと歓迎会を開いてくれるのか、と少し複雑な気分で会議室に入ると、俺以外の社員たちはすでに席についていた。テーブルの上には弁当が並べられている。俺は自分の席を探して歩み寄った。おう、坂田、お前の席はそこだ。佐藤社長の声に振り向くと、彼が俺の席を指さしていた。そこに置かれていたのは、小さな日の丸弁当だった。他の社員の前には、豪華な焼肉弁当が置かれているのに、俺だけが、こんな質素な弁当というのは明らかにおかしい。今日はせっかくの歓迎会だからな。奮発したぞ。佐藤社長は満面の笑みを浮かべながら言った。その言葉と、俺の前に置かれた弁当があまりにもちぐはぐで、思わず眉を潜めてしまう。あの社長。みんながちらちらと、俺の席を気まずそうに見つめる中で、たまりかねてか、社員の一人が社長に発言した。坂田くんの弁当、発注ミスじゃないですか？俺、今日あまり腹が減ってないので、交換してもいいですか？あ、いいんだよ。わざとだよ、わざと。佐藤社長は、意地の悪そうな笑みを浮かべながら答えた。こいつは給料泥棒だからな。働きに合った弁当だろ。その言葉に、会議室内の空気が一瞬で凍りついた。俺は怒りを抑えきれず、握りしめた拳が震えていた。救いようがない。怒りをこらえていると、他の社員が立ち上がった。社長、それはないんじゃないですか？坂田さんがいなければ、うちのセキュリティシステムはまともに動かないんですよ。そうですよ。みんなが俺の代わりに怒ってくれる。俺のことをみんなが分かってくれる。それだけで報われた気がした。佐藤社長も、これだけ多くの人から忠告を受ければ、黙っているわけにもいかないだろう。社長が坂田さんを呼び戻したのに、こんな扱いをするなんて。佐藤社長の顔が徐々に赤くなっていく。そして突然、テーブルを強く叩いた。ごちゃごちゃうるせえな。その怒鳴り声に、全員が体を縮こまらせた。だらだらと残業しやがって。母子家庭の貧乏だからって、残業を好んでやる奴はもってのほかだ。社長の言葉に、会議室にいた全員がゾッとした。俺の家庭環境まで持ち出すなんて。お前にはこの会社の金なんてもったいない。経費の無駄遣いだ。社長は冷笑を浮かべながら続けた。セキュリティだのなんだのくだらん。お前の残業なんて、会社にとっては百害あって一利なしだ。社長の言葉に、会議室は重苦しい沈黙に包まれた。誰も俺を擁護する勇気はなかった。さあ食え、その日の丸弁当を。貧乏人のお前にはそれで十分だろう。他の奴らも文句があるなら、首にしてやってもいいんだぞ。佐藤社長は立ち上がり、社員たちを睨みつけながら吠えた。お前らなんて、いくらでも代わりはいるんだよ。わかったか？これが社長としてあるべき姿なのか？と呆れた俺も、みんなも何も言えない。佐藤社長はにやりと、不敵な笑みを浮かべ、再び椅子に腰を下ろした。さあ食べろよ、冷めちまうぞ。社長の言葉に従い、みんな黙々と弁当を開け始めた。俺も仕方なく、日の丸弁当の蓋を開ける。中身は予想通り、白米と梅干しだけだった。坂田どうだ、うまそうだろ。佐藤社長が意地悪く笑いながら言った。ありがとうございます。俺は歯を食いしばりながら答えた。そうそう、いい返事だ。お前みたいな無能はこれで十分だからな。社長の言葉に他の社員たちが顔を曇らせた。しかし、誰も何も言えない。首になる恐怖が彼らの口を封じているのだ。俺は黙々と弁当を食べ始めた。白米と梅干しだけの味気ない食事。でも、これが今の俺の立場なのだ。日の丸弁当を食べている俺に気を良くしたのか、佐藤社長は腕を組み、上機嫌に言った。いいか、今は効率化の時代だ。特にお前ら、システム部門の連中は聞け。佐藤社長は鼻で笑いながら続けた。残業なんてのは時代遅れの考えだ。効率的に働けない奴は、この先の社会では生き残れないんだよ。わかるか？社長は威圧的な目つきで社員たちを見回した。営業は違う。彼らは会社に仕事を持ってくる。金を稼いでくる。だがお前らシステム部門はなんだ？金食い虫じゃないか。
社長の声が次第に大きくなる。セキュリティだのなんだの、目に見えないものにコストをかけすぎだ。お前ら楽して会社にいるだけじゃないか。もっと会社に貢献しろ。社長は机を叩いた。そうだ、いい考えが浮かんだぞ。これからは残業が発生するたびに給料を減らしてやる。これで無駄な仕事をする奴も、だらだら仕事をする非効率な奴もいなくなるだろう。社長は満足げに笑い出した。営業は夜遅くまで接待だってある。それに比べれば、お前らの仕事なんて楽なもんだ。パソコンの前に座ってるだけだろ。社長は嘲笑うように続けた。システムなんて外注すりゃいいんだよ。社内にいる必要なんてない。お前らみたいなコストのかかる部門は、会社の重荷でしかないんだよ。わかったか？社長は高笑いした。ああ、こんな素晴らしいアイデアをもっと早く思いつけばよかった。これで会社はもっと効率的になる。営業が稼いだ金を、お前らみたいな無駄な部門に使わずに済むからな。あっはっ社員たちは唖然として、社長の言葉を聞いていた。システム部門の社員たちの表情には、怒りと諦めが混ざっていた。一人だけが盛り上がっている空気の中、俺も含め、みんなは静かに弁当を食べる。俺は食べ終わった弁当箱をゆっくりと閉じた。こんなこと、もう終わりにしてやる。失礼します。俺は静かに立ち上がった。誰も俺を見ようとしない。みんな、自分の弁当に目を落としたままだ。社長の圧力が、この空気を作り出しているのは明らかだった。おい、坂田、どこに行くつもりだ？社長が鋭い目つきで俺を睨みつける。お手洗いです。早く戻ってこいよ。お前の仕事はまだ山ほどあるんだからな。ああ、歓迎会だっけか？まあいいだろう。仕事の遅いお前には歓迎会より仕事の時間の方が大切だ。社長の言葉に、俺は何も答えずに会議室を出た。廊下に出ると、携帯を取り出し、ある番号にかけた。要件を伝えて電話を切ると、ほっとため息が出た。これで全てが変わる。キビスを返して、会議室に戻ろうとした時、後ろから声をかけられた。坂田くん？振り返ると、高野さんが立っていた。彼女の目には、心配の色が浮かんでいる。大丈夫？会議室の外にも聞こえてたんだけど、社長の言動本当にひどいわ。大丈夫です。心配かけてすみません。坂田くんが不在の間ね、みんなありえない仕事量を押し付けられてるの。残業になると、ああやって嫌がらせされるし、もう何人も辞めてるわ。このままじゃこの会社は。高野さんの声には、怒りと悲しみが混ざっていた。俺は彼女の肩に手を置く。もう大丈夫ですよ、きっと。その時、突然 IT 課の若手社員の山田くんが、慌てた様子で駆け込んできた。坂田さん、大変です！山田くんの顔は真っ青で、汗が滲んでいる。どうした？落ち着いて話して。会社のセキュリティシステムが、ハッカーに破られました。データが消去されています。俺の背筋が凍った。最悪の事態だ。わかった。すぐに対応する。俺たちは急いで会議室に戻った。中ではすでに、社員たちが動揺し始めていた。各々が所持しているノートパソコンの画面に、ハッキングによるバグ画面が表示されている。何が起きてるんだ？社長が怒鳴る。セキュリティシステムが破られました。会社のデータが消去されています。なんだと？社長の顔が真っ赤になる。坂田、お前何とかしろ！俺はすぐさまパソコンに向かい、状況を確認し始めた。だが、状況は深刻だった。くそ、俺は歯ぎしりする。対策が遅れすぎた。お前を何のために呼び戻したと思ってるんだ？この無能め！社長が怒鳴り散らす。まずは、状況を的確に把握しなければいけない。俺は冷静に問いかけた。社長、自分が去るときに、セキュリティの対応マニュアルを置いていきましたよね。対策はしましたか？社長の目が気まずそうに泳ぐ。あんなもん、残業ばっかり増えるだけじゃねえか。つまり、何もしていないんですね。俺の声は冷たかった。うるさい。お前が何とかしろ。これが解決できなかったら、お前はクビだ。社長の言葉に、会議室が静まり返った。すると、高野さんの凛とした声が響く。彼がクビなら、私も辞めます。え？思わず声が出た。すると、次々と声が上がる。
私も辞めます。坂田さんはいつも私たちのために頑張ってくれた。そんな彼をクビになんてできない。彼が不当に解雇されるなら私たちもこの会社を見限ります。みんなはどこまでも俺の味方でいてくれた。そんな社員たちの声に社長の顔がみるみる赤くなっていく。なんだと？貴様ら会社の恩を忘れたのか？社長は完全に取り乱していた。よし、わかった。こうなったら全員クビだ。もっと有能な社員を集めてやる。金さえ払えばいくらでも集まるんだ。社長の狂気じみた叫びが会議室に響く。その時、クビになるのはあなたですよ。落ち着いた声が聞こえた。振り返ると、そこには寺田支社長が立っていた。寺田社長。寺田、何しに来たんだ。今こっちは忙しいんだよ。こちらも急用でしてね。坂田くんから連絡を受けました。俺は驚きを隠せずにいた。寺田支社長の姿を見て、この混沌とした状況が一変すると確信していた。佐藤社長は顔を真っ赤にして怒鳴った。対して寺田支社長は静かに、しかし力強く言った。本社及び支社の役員全員一致で佐藤社長の解任を決議しました。なんだと?バカなことを言うんじゃない。これは冗談でも何でもありません。佐藤社長、あなたの横暴な経営方針、従業員への無理な勤務体制の強要、そして、会社資金の横領、これらすべての証拠が揃っています。会議室は静まり返った。みんな言葉を失っている。横領、そんなことまでしていたのか。俺は驚きと安堵が入り混じった複雑な心境で、寺田支社長と佐藤社長のやりとりを見守っていた。会議室に漂う緊張感は、まるで空気が凍りついたかのようだった。証拠だと？そんなものがあるわけないだろう。佐藤社長の声が震えている。寺田支社長は静かにうなずき、ポケットから USB メモリを取り出した。ここに全て記録されています。佐藤社長、あなたは会社の資金を私的に流用し、従業員たちを不当に扱ってきた。これ以上の経営は許されません。その瞬間、俺の脳裏に過去の記憶が蘇った。寺田支社長が本社にいた頃の姿が。そう、4年前だ。坂田君、君の仕事ぶりには本当に感心しているよ。当時、本社の役員だった寺田さんが、俺に声をかけてくれた日のこと、俺は鮮明に覚えている。彼は当時、次期社長だと誰もが信じて疑わないほどのビジネスマンであり人格者だった。ありがとうございます、寺田さん。セキュリティの重要性を理解し、それを実践している君のような社員は貴重だ。これからもその信念を持ち続けてほしい。寺田さんの言葉は、俺にとって大きな励みになった。彼は常に従業員のことを第一に考え、会社の未来を見据えた経営をしていた。しかし、その姿勢が佐藤社長にとって目障りだったのだろう。ある日、突然寺田さんの左遷が発表された。多くの従業員が動揺し、不安を感じた。そして、その直後に、佐藤が新社長として就任したのだ。効率化だ。無駄な経費は徹底的に削る。佐藤社長の方針は、従業員を物のように扱うものだった。寺田さんとは正反対だ。残業代の削減、セキュリティ投資の縮小、そして、俺の地方への左遷。今、目の前で繰り広げられている光景は、まるで運命の歯車が逆回転を始めたかのようだった。寺田、お前はずっと私の邪魔をしてきた。左遷したはずなのになぜここにいる。寺田支社長は冷静に答えた。私は会社のため、そして従業員のために戻ってきたんです。あなたの経営方針がどれほど多くの人を苦しめているか分かっていますか。俺は寺田支社長の背中を見つめていた。かつて本社で俺を指導してくれた彼の姿と重なって見えた。そして地方の支社で再会した時の記憶が蘇った。坂田くん、久しぶりだね。支社に移動した俺を、寺田支社長は温かく迎えてくれた。
はい、寺田さん。まさか、ここでお会いできるとは。君も大変だったね。でも、ここで諦めちゃいけない。君の能力は本当に貴重なんだ。その言葉に、俺は涙が出そうになった。本社での挫折感。そして自信を失っていた自分。しかし、寺田支社長の言葉が、俺の中で眠っていた情熱を再び呼び覚ましてくれた。ありがとうございます。もう一度頑張ります。そうだ、その意気だよ。そして、もし何かあったら、いつでも連絡してくれ。力になるから。今、その言葉通りに、寺田支社長は現れてくれた。俺の窮地を救うために。現在の会議室に意識を戻す。佐藤社長は、顔を真っ青にしながらわめく。これは捏造だ。お前らの陰謀だ。佐藤社長の声が裏返った。彼の顔は真っ赤になり、目を血走らせて叫んだ。俺がこの会社を立て直したんだ。お前らみたいな無能どもに何がわかる。佐藤は狂ったように書類を投げ散らし始めた。寺田支社長は静かに、しかし力強く言葉を発した。確かに佐藤さん、あなたは一時的に会社の業績を上げました。しかしそれは偽りの繁栄に過ぎません。社長は激しく首を振ったが、支社長は冷静に続けた。短期的な利益を追求するあまり、社員の健康と会社の未来を犠牲にしました。セキュリティを軽視し、社員を使い捨ての駒のように扱う。それは本当の意味での経営とは言えません。真の立て直しとは、持続可能な成長を実現すること。社員が誇りを持って働ける環境を作ること。そして、顧客と社会からの信頼を得ること。佐藤さん、あなたのやり方は、それらすべてを損なってしまったのです。会議室は静まり返り、全員が、寺田支社長の言葉に聞き入っていた。我々は今、あなたの残した傷を癒し、本当の意味で会社を立て直す必要があるのです。佐藤は言葉を失い、肩を落とした。その表情には、自分のやり方の誤りを悟り始めた兆しが見えた。佐藤さん、それに全ては記録に残っています。記録だと？何の記録だ？あなたが私を左遷した後も、私は会社のために働き続けました。そして、あなたの不正を示す証拠を少しずつ集めてきたのです。寺田支社長は静かに説明を続けた。もともと、私は次期社長候補でした。しかし、あなたに横取りされた。その時から、あなたの経営方針に疑問を感じていました。支社に飛ばされてからも、本社の信頼できる社員たちと連絡を取り合い、証拠を集め続けたのです。社長は激しく首を振った。嘘だ。誰がお前なんかに協力するんだ。多くの社員があなたの横暴に苦しんでいました。彼らは正義のために働いてくれたのです。すると社長は混乱して。お前ら、全員クビだ。この会社など潰れてしまえ。そう言って、社長は出口に向かって走り出した。しかし、ドアを開けた途端、そこには警察官が立っていた。お話を伺いたいことがあります。社長は、その場に崩れ落ちるように座り込んだ。寺田支社長は深いため息をついた。本当は、こんな形で終わりたくはなかったんだがね。寺田社長、ありがとうございます、本当に。俺は寺田支社長に近づいた。まだだよ、坂田くん。すべての問題が解決したわけじゃない。はい、そうだ。俺にはまだ最大の仕事が残っている。ハッカーに侵入されたようだね。でも君なら、この危機を乗り越えられるはずだ。寺田支社長は、俺に向き直った。できるね。俺は深くうなずいた。はい、全力を尽くします。俺はすぐさまパソコンに向かい、対策を始めた。だが、一人での対応は時間がかかる。そこで、ありったけの社員を総動員させて、手を動かした。高野さんも、他の社員たちも、俺の指示に従って動いてくれる。そして数時間後、ようやく危機は去った。データの大部分を救出し、セキュリティホールも塞いだ。疲れ切った俺たちの前で、寺田支社長が静かに話し始めた。皆さん、本当にお疲れ様でした。今回の件で、
本社の体制に大きな問題があったことが明らかになりました。これを機に、全社的な改革を行います。僭越ながら、私が代表として。もちろん、一時的なものだがね。正式な次期社長は、役員会で改めて議決されるよ。社員たちの顔に、希望の光が戻り始めている。寺田支社長なら、間違いなく会社をいい方向に導いてくれる。俺は、尊敬の眼差しで、寺田支社長を見た。すると目が合う。その時、ふと気づいた。彼の目に、どこか俺を見つめる、特別な光があることに。さて、これからが本当の始まりだ。寺田支社長は、会議室にいる全員に向かって言った。この会社を、従業員が誇りを持って働ける場所に戻そう。皆さん、協力してくれますか？会議室に集まった従業員たちから、小さいながらも力強い拍手が起こった。俺も、全身全霊を込めて拍手した。この瞬間、俺は確信した。これから始まる新しい時代に、自分も大きく貢献できるのだと。そして、もう一度自分の能力を存分に発揮できるのだと。会議室を出るとき、高野さんが俺のそばに寄ってきた。坂田くん、本当にすごかったよ。彼女の目は輝いていた。いえ、俺一人じゃない。皆さんの力があったからこそです。高野さんは優しく微笑んだ。でも、あなたがいなければ、この変化は起こらなかったと思うよ。俺は高野さんに軽くうなずき、そして、寺田新社長の後を追った。新しい朝が、俺たちを、そして、この会社を待っている。その日から、会社は大きく変わり始めた。数日前までは地獄のような職場だったここが、今では全く別の場所のように感じられる。おはよう、坂田くん。明るい声が耳に飛び込んできた。振り向くと、そこには高野さんがいた。彼女の目が輝いているのを見て、俺の心臓が少し早く鼓動を打ち始めた。おはようございます、高野さん。どうしても照れくさくなる。高野さんとの関係は、この数日で目まぐるしく変化していた。佐藤前社長の失脚劇の中で、彼女が俺のために立ち上がってくれたあの瞬間から、いや、本当は出会った時から、俺たちの間に何かが生まれていたんだ。今日も一緒に頑張ろうね。高野さんはそう言って、俺の隣で歩調を合わせた。彼女の爽やかな香水の香りが漂ってくる。オフィスに入ると、社員たちの活気に満ちた声が聞こえてきた。以前のような重苦しい雰囲気は一掃され、みんなが生き生きと仕事に取り組んでいる。俺はオフィスを見渡しながら、つい先日まで、この会社を牛耳っていた、佐藤前社長の末路を思い返していた。役員会で解任決議、そして、警察による逮捕。横領や脱税、さらには、従業員へのパワハラまで、次々と明るみに出る罪状に、佐藤前社長はただ、うなだれるばかりだった。坂田、貴様さえいなければ。パトカーに押し込まれる直前、佐藤前社長は、俺を睨みつけながらそう吐き捨てた。だが、もはや誰も、彼の言葉に耳を貸す者はいなかった。長年の悪行の報いを受け、佐藤前社長は実刑判決を受けた。懲役7年。会社を食い物にし、従業員を苦しめ続けた報いとしては、軽すぎるかもしれない。だが、少なくともこれで、会社は彼の圧政から解放されたのだ。そして今、新たな船出の時を迎えようとしている。坂田くん、ちょっといいかな。寺田新社長の声が、俺を現実に引き戻す。結局、彼は役員会議で本社の新社長に抜擢されたのだった。統率力、人間力ともに申し分ない。もともと、2年前には彼が就任するはずだったのだから、妥当な判断だろう。俺は高野さんに軽く会釈をして、社長室に向かった。どうしました、社長。ああ、座ってくれ。寺田社長は、穏やかな笑顔で俺を迎えた。彼の存在感は以前と変わらないが、今では父親のような温かさを感じる。坂田くん、君には重要な仕事を任せたい。我が社のセキュリティ部門のトップとして、本社だけでなく支社へも、つまり、全社的なセキュリティ強化プロジェクトを率いてほしいんだ。
俺は驚きのあまり言葉を失った。数週間前まで左遷されていた自分が、今や会社の重要ポストに就くなんて。自分にそんな大役を。君以外に敵人はいない。君の能力は誰もが認めるところだ。それに。寺田社長は少し言葉を詰まらせた。私は君を信じている。その言葉に、俺は何か深い意味を感じた。しかし、今はそれを追求する時ではない。わかりました。全力で取り組みます。俺は決意を込めて答えた。頼もしい返事はありがとう。では早速、新しいプロジェクトチームを編成しよう。高野さんにも協力してもらおうか。寺田社長の言葉に、俺の心臓が再び高鳴った。高野さんと一緒に仕事ができる。それだけで、俺のやる気は倍増した。オフィスに戻ると、高野さんが期待に満ちた目で俺を見ていた。どうだった？新しいプロジェクトを任されました。その、高野さんも一緒に。え、本当？嬉しい。彼女の笑顔を見ていると、俺の中に温かいものが広がっていく。この感情は、恋なのだろう。その日の夕方、俺たちは、新しいプロジェクトの計画を立てるため、遅くまで残った。外はすでに暗くなっていたが、オフィスの中は熱気に満ちていた。坂田くん、こんな感じでどう？高野さんが作成した資料を見せてくれた。彼女の仕事ぶりは、以前にも増して素晴らしく、俺は思わず見とれてしまった。さすが高野さんです。IT 技術についてもすごく学ばれていて、すごいですよ。ありがとう。坂田くんのおかげだよ。君から学んだことが私を変えてくれたの。いや、それは、あなた自身の努力です。でも、坂田くんがいなければ。高野さんの声が震えた。俺たちの目が合い、そこには言葉では表現できない何かが宿っていた。坂田くん。高野さんが俺の名前を呼んだ。なんでしょう。私、坂田くんのことが、高野さんの言葉が途切れた。俺が彼女の手を取ったからだ。俺も同じです、高野さん。坂田くん。そうして、俺たちは微笑み合った。俺の人生で最高の瞬間だった。その夜、俺は幸せな気分で眠りについた。明日からは新しい挑戦が始まる。そして、俺の隣には高野さんがいる。これ以上の幸せはない。翌朝、俺は新しい気持ちで出社した。オフィスに入ると、高野さんが待っていた。おはよう、坂田くん。彼女の声には、昨日とは違う甘さがあった。高野さん、おはようございます。照れながら挨拶を交わす俺たちに、周りの社員たちも、雰囲気の変化に気づいたようだった。さて、新しいプロジェクトが始まりますね。俺は高野さんに向かって言った。彼女は、力強くうなずいた。うん、頑張ろう。その日から、俺たちは公私ともに充実した日々を送った。仕事では互いに刺激し合い、プライベートでは愛を育んでいった。会社の雰囲気も日に日に良くなり、社員全員が生き生きと仕事に取り組むようになった。あれから半年が経った頃のことだ。俺は相変わらず、セキュリティ部門のトップとして、日々新たな脅威に立ち向かっていた。今日は、セキュリティ対策についての定期報告を社長に直接行う日だ。今月は特に大きな問題もなく、みんながきちんとセキュリティ意識を持って取り組んでいるおかげで、社長にはいい報告ができる。時間になり、俺は資料を持って寺田社長の元へ向かった。今月のインシデントはありません。マニュアル化のおかげで、セキュリティ対策に着手できる人数も増えてきています。報告を終えると、寺田社長は満足そうにうなずいた。君の努力と教育力には毎度感心させられるよ。引き続き頑張ってくれ。はい、ありがとうございます。今の俺の目標は、俺だけで会社を守ることではない。会社一丸となって、セキュリティを強固にすること。そして、俺以外にも技術に秀でた人物たちを育て上げることだ。彼の元でなら、それが叶う。俺が今期の目標を伝えると、寺田社長が俺の肩を叩いた。その目には、誇らしげな光が宿っていた。君は我が社の誇りだ。君を育てた親御さんも、さぞ誇りに思うだろう。寺田さんの言葉に、
俺は複雑な思いを抱いた。そうですね。母は会社での自分の仕事をとても喜んでくれています。ですが実は父のことはよく覚えていないんです。小さい頃に亡くなったと聞いていて、寺田さんの表情が一瞬こわばった。そうか。相槌を打ったかと思うと、何やら思い詰めた表情を見せた。何か深刻な話だろうか、と思いながら続きの言葉を待っていると、ごくりと唾を飲み込み、こう言った。坂田君、実は話があるんだ。今日の仕事が落ち着いたら少し時間をもらえないか。はい、もちろんです。その日の夜遅く、すべての後処理が終わった後、俺は寺田社長と共に料亭へ向かった。俺は寺田社長の後に続いて畳の上を静かに歩いた。一番奥の個室に通されると、寺田社長は正座をし、俺もそれに倣った。料理が届くまでのしばらくの間、沈黙が続く。店構えから料理の豪華さ、すべてに萎縮してしまう。こんな場所に呼んでもらって、いいのだろうか。寺田社長とは、使者時代に何度か飲みに行ったことがある。だけど、こんなに厳かな場所で、張り詰めた空気になったことは一度もない。一体、何の話を聞かされるのだろう。料理が運ばれ、互いの席に日本酒が置かれる。乾杯をすることもなく、寺田社長が口を開いた。坂田君。その声には、いつもの威厳ある調子とは違う、何かが混じっていた。俺は思わず、背筋を伸ばした。君に話さなければならないことがある。長年、この時が来るのを恐れていたが、もう逃げるわけにはいかない。はい、何でしょう。寺田社長の目には、俺が今まで見たことのない、複雑な感情が宿っていた。俺は息を呑んで、彼の言葉を待つ。実は、私は君の実の父親なんだ。その言葉に、俺の世界が一瞬にして停止したかのように感じた。頭の中が真っ白になり、何も考えられなくなった。どういう？喉から声を絞り出すが、言葉が出てこない。寺田社長は深く息を吐き、続けた。25年前、君が生まれてすぐの頃のことだ。私は当時勤めていた会社で、ある大きなプロジェクトを任されていた。そのプロジェクトは、日本の IT セキュリティの未来を左右する重要なものだった。しかし、父は一瞬言葉を詰まらせた。その瞳には、今まで見たことのない、悲しみが浮かんでいた。そのプロジェクトに、とある裏の組織が介入してきた。彼らは、私を脅迫し、プロジェクトの機密情報を売るよう迫ってきたんだ。私は断固として拒否した。すると今度は、君たち家族の身の安全を脅かすようになった。覚えていないだろうが、君も誘拐されかけたことがある。俺は息を呑んだ。父の話す内容があまりにも衝撃的で、簡単に理解できなかった。映画みたいだ、と現実離れした感想が浮かんできたほどだ。私には選択肢がなかった。君たちを守るためには、姿を消すしかなかったんだ。君のお母さんに事情を打ち明け、君や周囲の人に、私が亡くなったと伝えてくれるよう頼んだ。そうすれば、君たちは安全だと思ったんだ。父の声が震えた。俺は言葉を失っていた。幼い頃から、父は亡くなったと聞かされ続けてきた。それが全て嘘だったと知り、何を信じていいのかわからなくなった。でも、なぜ今になって？やっとのことで、俺は言葉を絞り出した。プロジェクトは最終的に成功し、裏の勢力も一掃された。その時、私はすぐに家族の元に戻れると思った。父は深いため息をついた。しかし、現実はそう簡単ではなかった。父は目を閉じ、苦い記憶を思い出すかのように続けた。家に戻ったのは、君が10歳の時だった。5年ぶりの再会だ。だが、その5年という月日は、私たち家族の間に大きな溝を作っていた。俺は息を飲んで聞いていた。君は私のことをほとんど覚えていなかった。妻は、彼女は私を受け入れようとしてくれたが、
お互いにぎこちなさを感じずにはいられなかった。父の声には後悔の色が滲んでいた。自分なりに家族を守ろうと懸命になった。金銭的な援助もしたが、妻はそれをもういいと断るようになった。お互いの気持ちがすれ違い、結局私たちは別々の道を歩むことになった。父の声が震えた。そして突然父は深々と頭を下げた。光、申し訳ない。私はひどい父親だった。父の声は泣きそうになっていた。君の成長を見守れなかった。君の最初の言葉を聞けなかった。君が転んで泣いた時に抱きしめてあげられなかった。そのすべてが私の心を引き裂いていた。父は顔を上げ、俺の目をじっと見つめた。その目には涙が溢れていた。君が IT セキュリティの世界に足を踏み入れたと知った時、恐ろしさと同時に喜びもあったよ。まさに私の息子だと思った。そして運命というのは皮肉なものだ。新しく勤めたこの会社で、計らずも君と出会うことになった。君が会社に入社し、私の部下として働き始めたとき、私は自分の中に芽生えた浅はかな気持ちに気づいたんだ。父親らしいことをしてみたいという、そんな身勝手な願望が。光、私はひどい父親だ。君と君のお母さんを守るために取った行動が、結果的に君たちを傷つけてしまった。そして、自分の弱さゆえに、君の人生に余計な干渉をしてしまった。父は、俺の目をまっすぐ見つめた。許してほしいとは言わない。ただ、事実を知っていてほしい。俺は言葉を失った。怒りと悲しみ、そして、同情が入り混じった、複雑な感情が胸の中で渦巻いていた。なぜもっと早く教えてくれなかったんですか？俺の声は震えていた。私は怖かったんだ。君が私を受け入れてくれないのではないかと。父の声には後悔の色が濃く現れていた。でももう隠し続けることはできないと思った。君は会社を真剣に憂い変えてくれた。そんな誠実な君に嘘をついたままでいるわけにはいかないと。ようやく決心がついたんだ。私は君を誇りに思う。そして私は父親として息子の人生に関わりたいと思ったんだ。俺は黙って父の言葉を聞いていた。頭の中は混乱していたが、同時に何かが腑に落ちる感覚もあった。これまでの人生で感じていた何かが欠けているという感覚。そして、寺田社長に対して抱いていた不思議な親近感。すべてが繋がった。時間が欲しいです。俺は意見がまとまらないまま口を開いた。受け入れるのには時間がかかるから。でも、俺は深く息を吐いた。あなたが私の父親だということを知れて、嬉しいです。その瞬間、父の目に涙が光った。ありがとう、坂田くん。光るでいいですよ。会社の外でなら。ああ、そうだな。父は震える声で言った。これからゆっくりと、親子の関係を築いていけたらと思う。もちろん君のペースで。俺は黙ってうなずいた。これから先、どうなるかはわからない。しかし、今この瞬間、俺は人生で初めて、父親と向き合っているのだ。それだけでも、大きな一歩だった。お母さんには、俺が言いかけると、父は首を縦に振った。明日にでも私から話しに行くよ。では、とりあえず、会社では今まで通りに。ああ、そうだな。君は君の実力で這い上がってきた。それは変わらない事実だ。父はにっこりと笑った。その笑顔に、俺は不思議と安心感を覚えた。ただ、これからは、父としても息子の成長を見守らせてもらいたい。もちろん、会社で贔屓にしたりとか、そういう意味ではない。ただ、見ていたいだけだ。俺は黙ってうなずいた。この夜を境に、俺の人生は大きく変わるだろう。しかし、それは決して悪い変化ではない。むしろ、新たな可能性に満ちた未来が開けたような気がした。それじゃあ、俺は少し戸惑いながらも、
口を開いた。これからは、俺も、お父さんと呼んでいいですか？父の目に、再び涙が浮かんだ。ああ、もちろんだ、ヒカル。その夜、俺たちは長い時間をかけて話し合った。父の過去、俺の幼少期から学生時代、成長、そしてこれからの未来について。時には涙を流し、時には笑い合った。25年の空白を一夜で埋めることはできないが、それでも、俺たちは一歩ずつ、確実に親子としての絆を深めていった。翌日、会社に着くと、カオルさんが心配そうな顔で近づいてきた。ヒカル君、大丈夫？昨日、寺田社長と出かけたみたいだけど。俺は少し考えてから答えた。大丈夫です。むしろ、いい話ができたんだ。カオルさんは首をかしげた。ええ、そうなんだ。よかった。心配してくれてありがとう。今度、カオルさんにも紹介するね。え、誰を？寺田社長を。ん？寺田社長なら知ってるよ。俺は思わず笑ってしまった。父として、寺田社長を紹介されたら、きっと度肝を抜かすだろうな、と想像したから。俺の人生は、以前にも増して、大きく変わり始めた。父との関係を少しずつ築きながら、仕事では、IT セキュリティのエキスパートとしての地位を確立していった。時には困難もあったが、俺にはもう、乗り越える力があった。左遷先で得た、困難をプラスに変える力や、社員一丸となって壁を乗り越える力。自分や周りを信じる強さ。それらが、俺を支えてくれたのだ。過去は変えられないが、未来は自分の手で作り出せるということ、俺は知った。これからも、きっと、様々な困難が待ち受けているだろう。でも、俺はもう恐れない。なぜなら、俺には乗り越える力があるからだ。そして、俺を支えてくれる人々がいるから、俺の名は、坂田光。やっと本当の意味で光を見出した男だ。これからの人生、どんな輝きを放つことができるか、それを確かめるのが、今からの俺の楽しみになりそうだ。